マルコファン・ヒンケルは、オランダ・アメルスフォールト出身のサッカー選手。PSV ・アイントホーフェン所属。ポジションはミッドフィールダー。1999年からフィテッセのユースチームでプレーし、2010年にトップチームに昇格した。4月9日、RKC ・バールバイク戦でプロデビューを果たした。2013年7月4日、チェルシー FC への移籍が発表された。 2014年9月1日、AC ミランへのレンタル移籍が発表された。2015年7月10日、ストークシティ FC にレンタル移籍した。2016年、PSV、アイント方編にレンタル移籍した。2016年12月31日、チェルシー FC との契約を2019年まで延長した上で、PSV、 アイント方ンにレンタル移籍することが発表された。2018から19シーズンに、チェルシーに復帰するが、怪我の影響もあり、トップチーム登録はなされず、セカンドチームでの出場もなかった。2019から20シーズンもトップチームで、背番号は与えられなかった。2021年6月18日、同月付で、チェルシーとの契約が満了するのに伴い、 PSV a の完全移籍が決定し、2023年までの契約を結んだ。オランダ代表として各年代でプレーしている。2012年11月15日のドイツとの親善試合でオランダ代表デビューを飾った。しかし、2017年11月以降は未招集となっている。ありがとうございます。